なんと藤田和幸、勝者田中に対して拍手サムズアップ。さあ藤田さん、ありがとうございました。これだけプロレスやってると辛いこともたくさんあるけど、やっぱプロレス面白いな。N1 面白いな。ノア面白いな。トダマの俺がよ、ここでマイク持って締めるって、こんな気持ちいいことはないよ。本当に今日はどうもありがとうございました。井上さん、はい、いや声が出せない拍手で応援するファンの皆さんなんですが、もうなんか大歓声聞こえましたね。そうですね、多分田中選手の気持ちをマイクとして言ったんですけども、はい、ここに集まった後楽に集まったお客さんのみんなの総意ですよ、これは、はい、本当にプロレスって面白い、なんて面白い世界がここにあるんだろうっていうね、まあ本当にその言葉をね言ってくれた田中選手ですね。いや